はい、皆様こんにちは、ゆりっぺです。はい、ということで今日はですね、ちょっと一日空いたので不動産屋さんに行きたいと思います。今私今お家探しをしてまして、いろいろ内見をしていきたいんですけど、なかなかね大変なんですけど、まあそんな感じで不動産屋さんに行きながら、そして今日は大好きな鬼滅の刃くら寿司コラボの、はあ、コラボに行きたいと思います。果たして何貫食べることができるのか、そしてラバスと当たることができるのか、乞うご期待ということで、それでは皆さん行ってきます。はい、ということで今日はくら寿司にやってきました。イエーイ。はい、待望の秘密とのコラボやっていきたいと思います。シャリマイすごい、シャリハーフで一個注文。わーすごい、これも頼んでよく分かんない。カンカン盛りです。かわいい、見て下が、これ持って帰るやつなのかな。かわいい柱だよ。で、なんかお肉とマグロと卵と、もう一個がドリンクです。かわいいね、かわいいね。で、大好きな中トロ、イエーイ。あのね、ダムの味。カニが小さくていいね、食べやすい。ハーフ、ハーフの小ささやばくない？マグロ、アボカドちゃん。マグロ、アボカドやば。あ、大好きな中トロ。普通に美味しそう。こんな分厚い、おいしい。チーズのサーモンやば、なんかチーズがおー、マヨネーズのなんか声があったら、おーあって、やばい、禁断の味がします。イクラ大好き、イクラめっちゃ美味しい。イクラ大好きだな。皮蒸し、チキ、エビ、アボカドを頼んだらほぼ玉ねぎが来ました。すごい匂い。ててん、何皿？20皿41。いきます。なんか、あれだね、音がホッケーボールの音。お、射的。ケロロ軍曹のいいじゃん、わかる。バババーン。あ、白変、白変なの。ラボスト、え、いきなりラボスト来ました。善一くん、こんなちっちゃいのね、チュンチュン乗ってる、かわいい。なかなか出ないって聞いてたんだけど、すげえ出た、格変だ。さあもう一回、あー、シュキピッタ、すげー、ラバスコとパンマッチ、40皿だよ、
今日1皿食べて2個あたりでした。すごっ、鬼滅ガチャ。くら寿司を食べに来たら鬼滅の2000円ガチャ、2000円ガチャを見つけたので、ちょっと勇気を出してついでにやりたいと思います。人のノリって恐ろしいよね。ゲームのガチャでも2000円払わない。いきます。スタート。いきます。わー、60の。あ、天の推しのパーカーが手に入りました。シュン。はい、ということで今回は鬼滅の刃とくら寿司がコラボしたということで、くら寿司に行ってなんかやばい2000円のくじを使っちゃったっていう日の一日を動画にしていきました。ということで、そんなおたかつでいかがだったでしょうか。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さん、ゆりっぺでした。バイバイ。